こんばんは。こんばんは。そう、今日はね、くるくるにしたんです。やっほー。やっほー。ちょっと大人っぽいですよね。そう、今日は巻いてみたんですけど、こんばんは。あ、違う、こんにちばんは。イエーイ。皆さん、今日は何をしてましたか？お腹すいた？お腹すいた？お腹すいた？あ、そう、ぶどう食べてた。あの、種がないやつ。おいしい、これ。お勉強。えらい。仕事終わり、お疲れー。寝てった。よきよき。朝は食べてない。昨日の夜食べてた。今日勉強どうしようかな。ちょっと待って、ゆいものまーくん、お誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、じゃんじゃじゃん。ハッピーバースデートゥーユー、じゃんじゃじゃん。ハッピーバースデーディア、ゆいものまーくん。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。イエイ。おめでとうございます。イエイ。あら、画質が悪いですか。なんてこった。回線が。
もうすぐ誕生日？え、いつですか？つっちーさん、カエルありがとうございます。現在の順位とかも出るんだね、早いね。7位だって。なんか微妙でちょうどいいぐらいなんか20位ぐらいに入れたらもういいかなぐらいの感覚なんで。うちのやつマジ？おそろいや。6月23。もうちょいやん。あ、でも7位って結構いい方じゃない？まだ始まって7分しか経ってないからね。そんなぐらいですよ。今から下がりますよ。ほんとだよ、アーリンと連番じゃん。6月お誕生日の方いますか？なんか暗いね。ライトつけるか。漏れライト。もうね、充電がね、なくなっちゃったね。全然光ってない、これ。一応ついてるけど。愛しさはいつもずっと前から準備してる思いが。結婚記念日、すごい。あ、ちょっと待って、6月15。お、もうちょっとじゃん。コッコの生誕祭じゃん。もう充電、これ電池が切れてんのかな。体温電池ってある？聞いてる？体温電池ある？ないっぽい。今日の髪型良き？嬉しい。パーティーに行くかと思った。こんなに可愛い格好してるから。今日時間があったからちょっといろいろしてた。勉強はしてないです。やばいね、ほんと怒られちゃうぜ。サイリウム、タイヤとかいっぱいある。さすがサイリウム。あ、これマイハンの推しサイ。どうしたら伝わるか。私の顔に映ってる色を見てください。あ、これ自撮りライト。ほら、すごくない？めっちゃ漏れる、このサイリウム。マシンガンさん、ハートありがとうございます。実はこれでね、持っているんです。今ピンクと青色です。まあゆっくりゆったりお話ししましょう。皆さん、もう一本古い電池ある。ありがとう。時は越えて
美容室行ってないんです。前八美容院かもしれない。なんか自分の髪って巻くのすごい難しいですけど、あれに助けられました。今日はなんだっけくるくる自動で巻いてくれるやつに助けられた。あ、ついた。お、めっちゃ眩しい。こんなに眩しくなくてもいい。これくらい。そう、前髪そろそろ切らんとね。あ、すごい、良きで良き良き良き、めっちゃ良きじゃん。マイハちゃんの声聞いたら和むだって。嬉しいさ。うい、顎の線これですか。あーだーじゅーでなんだっけ、 TikTok で流行ったやつ。洋服も可愛い。ありがとう。 STU48 の七並べ。イエイイエイ。さあ、今日は3時間配信あるので、快適に過ごすために足を伸ばせるスペースを作りましたっていうか、その机の下にあるものを全部バーッとこっちにやって、マイハの足が伸ばせるスペースを作っております。あと背もたれはプリンくんのクッションを挟んで、マイハ快適今。そう、あとブドウと飲み物を用意して、今はすごく快適です。ぎっくり腰したの？それは苗だ。苗。前ゼリフ大会まあでもね、公園にねいっぱい入ってくれたらね、多分ねその分ねあると思いますよ。前ゼリフのみゆみゆが MC の回しの時は大体ありますからね。わかんないけど、でもちなみに言うと、あの前ゼリフ大会の提案確か前歯がしたような気がする。なんかみゆみゆ回したから、あのモヤモヤでいいんじゃないみたいなことを言ったら、なんか自分が嫌なこと言っちゃって間違えたらしくて、私もう何考えてるんだろうか。ウォッチさん、カエルありがとうございます。マイハルーム良き、嬉しいです。あ、6円になってる。マイハ5位まであと1万2049ポイントだって。めっちゃ結構じゃない。いや、あの、いやでも聞いてください、めっちゃ嫌だったね。結構恥ずかしい、あれは本当に。無理やり山口弁を入れちゃれと思ってバンバン山口弁入れたらなんか燃えたみたい。みんなよかったランキングこっちかな、こっちから多分ね、こうスライドしたらね現在の順位が見えると思います。見たかった？それはもうね、あの日はね配信入ってたか、かおちゃんの生誕祭だったから。あの映像倉庫みたいなやつにね乗るっぽい。あれね、まあ、見なくていいんですけどそんなに黙ってない。いや、なんかなんだろう、広島に来ると山口弁抑えちゃうね。山口帰ったら、でもそもそもあんまりなんか山口弁バラバラ喋る方ではなかった。そんなこともないか、それなりにって感じ。やっぱり広島いるから、たまに実家に帰って友達とかと会うとなんかめっちゃ山口弁だってすごいなります。だから
私もでも本当はこんぐらい喋っとったんじゃなって感じ。喋っとったって言わんもんね、まず喋っちゃったしっていうぐらいじゃけダメだ、山口弁喋ろうとすると照れます。ちょっとヨッシーさんハートありがとうございます。なんか今更山口弁バンバン出しててもいいけどな、ちょっと恥ずかしいじゃないですか山口弁の今更。山口弁講座ですか。あ、いいですよ全然。明日は無理だ。今度夕方配信3時間できるときやりますね。じゃあ、あ、2時間半だ。今日やってもいいけどちょっと準備してない今日は。方言女子可愛い。あ、本当？でもなんかそう、方言女子は燃えるってファンの方が言ってた。山口弁オンリーはやばいですよ。もう多分山口弁に聞い取られすぎて前歯が言っとることが分からんと思う。頭に入ってこんと思うよ多分。仕事まだで、いってらっしゃい、頑張って。ほんとマジマジうん、山口弁、いや嬉しい、山口弁好きだって。あ、ブチをつければオッケー。ブチありあり。ブチなんとかなそうって言えばなんとかオッケー。ブチとそうがあればね、多分なんとかなる。あとチョル、チョル、ブチ、そうあればオッケー。ジャケとかもあるけど。そう、まあいろいろありますよ。気づかずに使ってた。私なんとかなそっていうのは共通の言葉だと思ってたんですよ。そうでもなんかなんだっけ、その家庭教師の先生が広島の人で、でなんとかなそって言ったら、え、何そって言われて、そこで初めて、あ、方言なんだっていうのに気づきました。そうだから今までずっとなそとかなんとかそうとかっていうのは全部なんていうの、共通標準語だと思ってたんですよ私。好きなそって、まあ好きなそってなかなか好きっていう単語まであんまり使わんけど、まあでも言いますよ全然。山口弁で一番可愛いと思う方言はチョル、なんとかちゃとか。でもママがよくやりちゃえってがあんまり好きじゃないんですけどでも可愛いチャーとかチョルとかソーとか好きですね。うん、はい。うん、はい、やりちゃえ。でもほんと怖いけん、なんかピザが食べたい気分。ピザにする、夜ご飯前歯かわいいって外国の方が言ってる。あ、 Thank you I am cute happy。 今日飲んだのは紅茶。あ、私今日緑茶、残念、気が合わんかったね。今日べっぴんさん、なんかみんな今日だけ可愛いみたいな言い方するじゃん。まあ今日はちょっと可愛くしてるんだけど、誰かに電話配信、ああ、ママの携帯で配信して自分の携帯誰かに配信、そんな別に電話してもねやることない。まだあの十何時間配信とかするときにしようかな、多分しないけど、もしする機会があれば。下関、いや、なんとかな方っていうのは多分橋、いやでもなんかママはなんとかな方って言うけど前歯はなんとかなそって言うんですよ。なんか違うかも、その
家庭内で分からん、なんかでも本当に人によるよね。なんとかな、ほ地域にもよるんかな、どうなんじゃろう。だってママなんとかな、ほって言うもんね。マリーナもなんとかな、ほって言う。でもユミリンとか多分ひなちゃんとか前半のところはなんとかな、そうなのかな。でもママはね、なんとかな、ほって言うんよね。ちょっとよく分からんね。センスゼロさん、花束ありがとうございます。手持ちの星全部ナゲットカウントして、ああありがとうございます。パーティーでも行くの？パーティー行きたいパーティー行きたいかも。パーティーって何する？私あのパーティーのご飯好きなんですよ。でもなんか大人の料理が多すぎて、なんかさパーティーとかさ、そのなんかいいとこに行くとさ、そうお腹いっぱいならないんですよ。おしゃれなものが多すぎてお腹にたまらない、なんだろう、なんか普通にさピザとかが置いてあればいいんだけどさ、そなんか生ハムのなんとかとかさ、なんかソーセージのなんとかで、そんなんでさ、そんなさガバガバめっちゃさ取ったらさ、なんか悪いっていうか、その良くないじゃないですか。そんな偉い方がいっぱいいる場でさ、めっちゃ盛るやんみたいなさ、めっちゃ食うやんあいつって思われたくないから、そんなに取らないんですけど、なんかそのなんか一口サイズのめっちゃおしゃれなやつが多すぎてお腹にたまらないんですよね全然。しかもなんかすごい人見知りなんかな、私すごいね偉い人がいると私動けないんですよもうなっちゃうから、全然もうお腹いっぱいにならないんです。はい、あでもスイーツは美味しい。でも確かにね美味しいんですよご飯は。でもなんかちょっとあの海鮮丼とか用意しとってほしいかなってぐらいです。あの私、まあ、ピザでもいい、スパゲッティでもいいんですけど、そうなんかちょっとお腹にたまるやつ欲しいね。あーそうなんかなんだろうな、ライブとかでもガーガー笑わないんです。なんかあの握手会はこう前歯を選んで来てくれる方が多いから、私はなんかもう友達みたいな感覚なんですよ。なんか私のことを目当てで来てくれるじゃないですか握手会は。そうだからなんか私のことが好きで来てくれる方だから全然なんか友達みたいに接せれるんですけど、ライブとかってその私のファンの方なんてもう本当に少ないからもう知らない人ばっかりなんですよ見る限りね、私のファンじゃない方ばっかりだから、知らない人だとちょっとやばいです。シャットダウンって何だっけ、ガード張ります私すごい。あでもその代わりなんか心を許したっていうわけじゃないけど、ちょっとそのちょっと仲良くなったらすごいバラバラとバラッと出ます。私がSD さぎちゃんハートありがとうございます。そうでも本当にもうちょっと仲良くなる までは本当にもうめっちゃ不愛想、なんか親戚とかも久しぶりに会った人に本当全然喋ってくれんじゃんってこう言ってもこんな本当なんかすいませんみたいな、なんかそうだからママにもよく言われるよね、本当不愛想だよね招待用って言うんです。そうでも仲良くなったらウェーイって感じでいけるんですけど、ちょっとなんかその久しぶりに会った人とかなります、私すっごいダメですね。公園では最近投げキス、いや私公園で投げキスしたことないです。最近女の子に1回だけしたぐらい。あーでもあーうーんギブアンドホールの時はめっちゃしてたかも。でも戦場公園やったことある、1回あるです、でも1回あるです。嘘じゃろ、いや仕事まで行ってらっしゃい。そうなんかウインクとかできるようになりたいですね。
例えば、あ、でもセットセブンの公演の完璧グーの音で一回ウィンクしたい。私公演でまだ一回もウィンクしたことなくて。テテ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 、二人でゴーゴーリスカロワス、片思いのドールは言葉にできない。無理無理です。私恥ずかしくてそんなんできないですね、やっぱり。ニヤニヤが止まらないです。ウィンク下手くそなんですよ。なんかデコ出しのあーちゃんがめっちゃ可愛くて、この前の公演の時にあーちゃんがデコ出ししてたんですけど、もう可愛すぎて、もう「あー可愛い!」ってずっと言ってたんですけど、そしたらなんかスラハちゃんに「なんかマヤさん今日やばいですよ」みたいな。今日あーちゃんなんか あずささんにめっちゃなんか照れてません?みたいな。はぁみたいな、なります。やばいやばいみたいな。はぁみたいな感じでした。本当にやばいです。いや、なんか本当に、あーちゃんのウィンクが、あ、ウィンクじゃないよ。誰だ、ちょっと頭が。あーちゃんの、あーちゃんのデコ出しめっちゃ可愛い、本当に。最近おでこ出してる人多い。だってマイキューも出してたし、確かカノンちゃんも出してたし、ミューミューも出してた。ミューミューはでこ出してか流して、マイキューも確か流してたんですけど、すごい最近でこ出ししない人がでこ出ししてるのめっちゃやばい、かわいい。あーちゃんがかわいかった、ほんと。なんかあーちゃんってほんとおでこが狭くてかわいいんです、とっても。もうこれぐらいしかない、ほんとにめっちゃかわいい。あーはーはーってなりました。眉毛描くの忘れてた、今日。まあいいか。マハデコ出しはね、あのおでこのニキビが治ったりします。でも聞いてください、最近治ってるんです。最近なんか触ってもあんまり感じないニキビを。でもなんか眉毛の上にできた気がする。あ、できてない。あれ、どこにできたんだろう。治ったんかもしれない。でも前はね、割とやってるんですよ。割とやってるけど、でもあんまりデコ出し似合わないんですよね。なんか子供っぽくなる。うん、なんか落ち着かないんです、前髪ないと。ニキビあるから綺麗になったら入れます。私それよりそっちの方が食べたい。え、違う。その中の袋の中のカリカリコーンとなんとかかんとか、言うてそんな高級でもなくない。うん、マルシャンさんありがとうございます。花束カンテさんありがとう、嬉しい。5位まであと6793ポイント差になっております。そんな私5位とかな、そんなですけど、まあでも皆さんにはある程度協力してもらえたら嬉しいです。明日ヨガ大使できるかな。やばい、勉強しなきゃ本当に。
イベント中だよ。あ、小判ありがとうございます。黒髪さんだ。本名知ってる。めっちゃ生写真描いた。毎回30枚ぐらい描いてる。フルネーム。朝5時からこんなハイテンションではないかもしれないけど、朝しかもこんなピッチリできないけど、すっぴんだしやばいですけど、まあ許してください。遅刻はしないように頑張ります。ともくん、ハートありがとうございます。やばい。うちうさぎちゃん、花束ありがとうございます。あ、そういえばフォロワーが7300人を突破しました。現在はですね、7312人です。こっちか。イエーイ、ありがとうございます。いっぱい伸ばそう伸ばそう。寝坊をねしないようにしっかり5時ぴったりから始めれたらいいなと思っております。ねえ、ええ、なんかコーナー作ろうかな。教えていただきます。召し上がれ。いやでもね、コーナー、私に質問したいこととかありますか。別に。この前これ来ました。わー、ありがとうございます。ありません。ないか。だよね。なんかそうだよね。ないよね別に。あ、本当だ、18人になってる。わーい、嬉しい。ドラマ見てる今。三田園さん終わったからな。家政婦の三田園さん見せた、ずっと。あとは白衣の戦士。え、天使じゃないって。白衣の天使じゃないよ。え、天使じゃないって。絶対に違うよ。フォローしました。初コメありがとうございます。初コメはーい。ほら、戦士って書いてあるよ。ほら、あー、お風呂行ってらっしゃい、ご飯も行ってらっしゃい。めっちゃ規則正しい生活してそう。これじいちゃん家ぐらい早いよ、ご飯。じいちゃんめっちゃ寝るの早いよね。7時ぐらい寝るよね、いつも。7時に寝てよく朝まで目が覚めんよね。そうだね。5時に起こしに来るけど、いつもめっちゃ早い。8時とか。でもばあちゃんは9時とか10時ぐらいに寝てるイメージある。ヨッシーさん、紫のだるまありがとうございます。私この色めっちゃ好きです。7時とかに寝たらマジで12時ぐらいに目が覚めるよね。起きてるか。8時ぐらい。でもなんでばあちゃんのに起きるの早いんだろう。4時とかに起きる。私だってよく思うもん、夜更かししててさ、あーもう4時か、ばあちゃん起きらって思うもん、いつも。それは念頭いけんってよく思います。それで新たな番です。あ、めっちゃ見たいんですけど。なんだっけ、なんか新聞の配達と一緒に起きるみたいな言っとった気がする。あと寝ようとするとすごいじいちゃんもばあちゃんもちょこちょこ前歯が寝とるか確認しに来るんですよ、いつも。寝とるかーって起きてます起きてます。そんな早い時間に寝れるわけがないもん、前歯が。
マヤが新聞配達のバイトしてたお世話、本当やろうかな。ディディモスさん、だるまありがとうございます。水色、あ違う、寝ちょるか、見に早く寝んと、あそう切れんとって言われる。ばあちゃんは起こすけでって言うんですけど、でも起きれないんですよ私。5時半ぐらいに起こしに来られてもね、5時半ってすごいよ、5時半ってすごい。ゼッタさん、クマありがとうございます。クマクマ、でも結局起きるのはでも9時とか。どんな感じ、マイハー。いや待って、分からん、最近ばあちゃんちで寝てないもん、分からん、ちょっと待って、なん、おいマイってこれ起こされる、いつもばあじいちゃんにはマイ、おいおいマイ。絶対違うでしょ。ともくん、黄色だるまありがとう。すごい爽やかモーニングやね。でもばあちゃんち確か目覚ましテレビやね。あ、爽やかモーニング流れてる。そんな時間に起きたことないわ。あでもなんかたまにね、その実家とかでもさ、早く起きた時って大体天秤座が1位なんですよ。そう、嬉しいです。あだから早く起きてよかったって思う。大体1位とかね、2位とかね、ほんといいんですよ結構。そう、爽やかモーニングのね、爽やか占いですかな、合ってる、爽やか占いみたいな、沢吉占いかっていうのがあって、そう星座ごとにこう今日のラッキー運勢みたいなのがあるんですけど、大体1位。なんか前派ってすごい人に流されやすいじゃないですか。多分分かる人は分かると思うんですけど、本当に気分と人に流されすぎる人間で、なんかその同じ年ぐらいの子がやってるなんか YouTube のモーニングルーティンとかね、なんか私は朝起きたら何時に起きてこうして朝ごはんを作って着替えて何とかをして何とかをして何とかをしてっていうのを動画にしてアップする人が結構たくさんいるんですよ。それを真似して一時期5時半ぐらいに起きてるね、ちゃんと5時半ぐらいに起きて家族全員分の朝ごはんをたまに作ってた。いや1回じゃないよ、でも自分の朝ごはんは割とよく作ってたよね、6年生の途中ぐらい、あのそういう女の子に憧れた時があって、めっちゃねたまにねやってた。え1回じゃないよ、2回ぐらい、3回ぐらいよ。でも自分の朝ごはんはちょくちょく作ってた、なんかそういう動画を見た次の日の朝とか。見てカビゴン寝てる、そうかわいい。パパもなんか持っとった、これ今日なんかパパが前派用にくれたんですよ、これ送ってきてくれたんですけど、パパも持ってた、そう同じの買っちゃったって言ってた。パパはパパがおるけカビゴンいないなと思って。おかずって言ってもスクランブルエッグぐらいしか作ったことないです。ポケモンはピカチュウです。ピカチュウ、カビゴン、イーブイです。でもイーブイよりはピカチュウ、ピカチュウとカビゴンが好きです。イーブイもまあって感じ。まあって感じです。ピカチュウがプリンくん、カビゴンがシナモンで、あのイーブイがあのポチャッコぐらいのレベルです。サンリオで表すとすごいね。1位はだいたい黄色っていうね、決まりでもあるんかな。私が好きな
サードシングル握手券になりました。あ、ありがとうございます、嬉しい。そう、次の受付はですね6月17日の18時から6月18日の1時までが B 期間の第1次受付になってますので、皆さんぜひよかったら会いに来てね。そう、シャラーもたらけした。お、ゆきゆき服おしゃれ。あ、どうす、握手会で一回来た。あ、見ますか、日にちちゃんとね、あるんです、ちゃんとあるんです。めっちゃ自慢しがちなんですけど、はい、こちらが日程とおすすめ日になります。見てくださいね。また握手会の日程ここに貼れたら貼っときます。今度でも貼ったらね、これが出せなくなるんですよ。これ貼ったらこれがね出せなくなるから、まだこれはちょくちょく出します。この期間だけここに貼っときます。うん、私荒野行動昨日の夜兄ちゃんと3回やったんですけど、死んで2人ともなんかあの場所の運が悪すぎて武器にも恵まれなくて旬で死んで、兄ちゃんめっちゃ強いからそういうことがあるとすぐねイライラしちゃうんで、あのすごいねイライラしてねそのまま終わりました。なんかすごいあの荒野行動っていうサバイバルゲームがあってですね、100人のオンラインの人と一緒にやって、こう最後まで生き残った人が1位なんで、ドンカツって言うんですけど、私の兄ちゃん結構ドンカツとかするタイプでめっちゃ強いんですよ。なのになんか昨日は本当に入ったお家に武器が何もなくて、そのまま人も多いからすぐ死んじゃうっていうことが3回ぐらい続いちゃって、兄ちゃんイライラしてすぐやめちゃった。めっちゃねクソやクソやってずっと言ってて、そういう日もあるそういう日もあるなだめたんですけどね、そういう日ばっかりやしって言われた。ごめんなさい。私が誘ったん、なんかそう荒野行動昨日開いたら1分前になってて、兄ちゃんがで、え、やろうやって言ったら、まあちょっとうんって、まあ2、3回やるかみたいな話になってやったんですけど、ちょっとうん、怒られました。そう、でもね一人で今日もやったんですけどね、すぐ死んだ。今日はちょっと良くない、誰も。お兄ちゃんゲーム配信してない、してない、してない。そう、フォートナイトはやってないですね。なんかでもそういうやつ好き、なんか PUBG だっけ、あれもちょっと気になってるんですけど、でも同じようなのばっかりでちょっとよくわからないんですよね。あ、2番目の兄ちゃん、あ、でもサイバーハンターは割とよくやってます。サイバーハンターも今日なんかちょっとすぐ死ん、なんか最近やってなくて久しぶりに開いたらちょっとなんかよく変わってて、あ、PUBG っていうの、 PUBG じゃなくて PUBG っていうの。あ、つむつむ楽しいよね。なんちゃら48多すぎない？多いです。国内6番目なんで。 STU とはせとうち、え、瀬戸内の頭文字なんですけど、瀬戸内海を囲む7県が入ってます。つむつむガチ勢だった。あー、いるそういう人。なんかさ桁違いだよね、リチの人とかめっちゃもうよくわからんもん、どうやったらその出るんっていう。
でもスイッチ欲しいな。スイッチ。でも最近海外にもねいっぱいありますからね。ヤンキーの、あ、ヤンキーじゃないですけどね。でも確かにいろんな地域でありますからね。どうもり、あれよく分からんかった。前は八メールで見たけど、嵐、嵐かな。いやどうだろうね、分からん。なんだろう、分かんないだけじゃないですか。48人メンバーいるわけじゃない。48の48は48人の48じゃないですからね。あれ8とスイッチってなんか似てる。それ絶対チじゃん、チじゃん。絶対そこの最後の2文字だけだよ。何の48だっけ。そんなね、調べたら出てくるよ多分。 AKB48 の48は何って調べたら多分出てくる。並び30位以内に入る。お、すげえ。ポケモン GO やってない、やってないです。都道府県の数、都道府県の数47ですねそれ。あれ47やね。ドルクエ GO みたいなの始まる。マジでめっちゃ似てる。あ、強くない。何度にゃん。え、七並びやってるんですけど。私100位以内に入ってるよ多分今。あ、で嘘ついた、入ってないかも。120位ぐらいにはいるよ多分。なんか深い意味はないですよね。48にメンバーの平均年齢48歳って、一番最年長誰、何歳何歳。47の素敵なあの街へ歌を歌いながら会いに行こう。にゃっ、うん、すごい、すごいね。5位まであと24000、めっちゃ離れた。頑張れみんな。いっぱい星投げてカウントしてください。カラオケ配信できるんじゃないですか。髪の毛巻いたんです。可愛いか。ててててててて、ね、なんかそんな感じでしょ。そんな感じでしょ。お腹すいたんだけど。あ、ぶどう食べますね。なんかお菓子食べたい。お菓子、なんかたまに酸っぱいやつと巡り合う。美味しい。今日の髪型好き。あ、あざす。今度握手会でもやりますね。もうちょっと髪がね伸びてたらねいっぱいできるんで、ちょっと伸ばしてます今。酸っぱいの好きだけど、梅の酸っぱさは好きだけど、グミの酸っぱいやつは嫌いです。あ、わかる。レモンとか苦手ね。パッキーのチョコミント、食べたい。お菓子の籠今入ってる。でもこっちのお菓子が食べたい。ママのお菓子が食べたい。じゃあ私のお菓子の籠に入ってるんですけど、
甘いものしか入ってないんですよね。友達からもらったユニバーサルスタジオジャパン、ねえユニバー行きたい。うわあ、でもばあちゃんからもらった梅の飴あります。これまだね食べようってなってないんですよね実は。あとハイチュウとビスコと、いちごのグミと、あとラムネとコンペと入ってます。今食べる。コウメグミ美味しいよね、わかる。あとソフトキャンディーも好き。おしっぽがかわいい。でも伸びたね、確かに。山口県はマックですね。うん、ヒデさんカエルありがとうございます。マイハのかくお迎えてきます。マイハンの一番のお菓子のおすすめは、あれセブンイレブンのカリカリコーンコンソメ味とチョコミントのお菓子です。これめっちゃ美味しい。あ、今のスクショしないでください、ね、あの本当に美味しいです。めっちゃ好きです、私めっちゃ好きこれ。あとはあとね、チョコミントのお菓子は何でもあり、めっちゃ好きです。チョコミントのお菓子大好き。カントリーマームとかね、あのチョコで、あのね、カン違う、あのチョコミントの菓子は本当に全部美味しいです。あ、チーズもあるけど、私チーズはね好きじゃないんですよ、残念ながら。いや本当にね、最近はさ、チョコミントの季節じゃないですか。なんかね、いっぱい、あれ？クマってヒゲ生えてる？みたいになったね。いや本当に最近ね、チョコミントいっぱいねコンビニにあって本当に嬉しい。マママさん、クマタワーありがとうございます。イエーイ、パフパフパフ。しまじろうみたいになっちゃった、ありがとう。しまじろうですよ。え、違うよ、しまじろうじゃないんです。しまじろうじゃないです。皆さん、これは違うんです。しまじろうじゃないんです。ありがとうです、もうまさん本当にありがとうございます。あー、
ったんだろう、マヤ。なんでお菓子返したんだろう、ママに。そのまま開けちゃえばこっちの勝ちだったのに。あ、そっか、18時に更新か。じゃあ順位を一回読んでおきたいと思います。お腹すいた。1分ぐらいでいいよね、更新時間。あっち、携帯あっちや、なんでやろう。はい、じゃあ順位読みます。ツッチーさん、マシンガンさん、ボッチさん、ヨッシーさん、センスゼロさん、シティウサギちゃん、マルサーさん、トモくん、シティウサギちゃん、ヨッシーさん、ディディモズさん、ゼータさん、トモくん、シティウサギちゃん、ヒデさん、モモさん、クマタワー、ありがとうございます。スペシャルギフトありがとうございました。そしてコメント、違う、順位。13位ワルサーさん、ありがとうございます。30位ですか。30位、メイラムさん、おいでやすさん、キヨッピ、土踏みさん、コマメッチ、ユキさん、アキオさん、ユウキ、信高さん、ダイナソー。20位、リオンさん、マスターさん、うまきさん、おきゅうとさん、ツインギーザーさん、カオルさん、やまびこさん、ワルサーさん、あ、壇上ワルサーさん、ひさし、みかんちゃん、けんぱちさん、ムック。今日のマイハチは、今回のマイハチは DD マスさんです。イエーイ、ありがとうございます。7位チャンさん、6位マイハチのマー君、5位アニさん、4位 TX さん、3位かよちゃん、2位ビッグエブさん、イエーイ。そして第1位はちょっと私もちょっとリコーダーなんかないかな、なんかすごい私の唇に髪の毛がついてる、なんかないかな。あ、バカ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 バーパー、モモさん、ありがとうございます。モモさんでした、イエーイイエイイエイ、ありがとうございます。では6時に終わって6時1分から開始したいと思います。あ、集計ランキング読んでた、もしかしてマイハぽいね。あはは、間違えた。あはは、間違えた。もう一回もう一回、あれ今読んでたの何。30位から読みますね。30位、おたまちゃん、たかさん、たむらさん、くまさん&りょうさん、りゅうさん、ひかるさん、ぼっちさん、みかんちゃん、ぽめあにさん、しょえいさん。20位、わるさーさん、りりもすさん、くーらーさん、よっしーさん、ごっつさん、どんぶろこさん、きょうさん、まやちるまくん、ゆでるかなさん、湘南の風さん。10位、アンドハローさん、けい、ちゃんさん。今日の今回のマイハチはビッグエブさん、ありがとうございます。7位マシンガンさん、6位ヒデさん、5位ツッチーさん、4位韓国ペンギンさん、3位トモくん、2位ゼータさん、第1位はドゥルルルルルルルペーモームさんでした、ありがとうございます。イエーイ。ではではもう時間になってしまいますので、次は1分から皆さん会いましょう。ではでは、皆さんバイチャラポー、後でねー。あ、バイバーイ、うん、はい、来ました、はい、ただいまー、よいしょ。あ、そういえば今日の背景の写真は AKB 劇場さんで出張公演を行った時の写真でございます。懐かしいですね。ただいま。お腹すいたからさ、ご飯でもさ、つゆごうかと思ったらもうね、時間がなかった。お米ついでふりかけでもかけようかと思ったけどね。
本当にお腹すいた。今日の夜ご飯何ですか？ママ夜ご飯は？今日のマイディナー。あべっちハートありがとう。マイディナー何ですか今日の。マイデイディナー。あ、トゥデイディナー。 What today dinner? どうですか、ダメ？あ、かわいい、ありがとう。ドラゴンさんありがとうございます。カエルさん、イエイ。マシンガンさんハートありがとうございます。ドラゴンさん花束ありがとうございます。とりゃとりゃじゃ心理テストでもやりますか。あ、でも今はちょっと勉強せんといけんけん、あのこれなんだっけ、ことわざ。じゃあママがここから好きなやつ選んで、なんかなんとかで、例えば犬も歩けばみたいな問題出して、前はがじゃあ棒に当たる側言うからクイズみたいな。ツッチーさんハートありがとうございます。で私も勉強せんといけんけんね、学力テスト始まるけん、やばいよ、もうちょっとだよ。ことわざ出るかもしれん、出そう出そう。犬も歩けば猫も歩く、間違いではないよね。ウサギも歩くよね、ついでにね。あの絶対わからないやつ出そうだね。え、あ、間違え、もう言った？はい。人のふんどしで？なんだっけ、なんとかを得るみたいな。聞いたことある、聞いたことある、聞いたことある、聞いたことある。人のふんどしでなんか金稼ぎみたいなやつよね。人の利を得るみたいな、量を得るみたいなやつ。答えてもいいですよ、ファンの皆さんも。人のふんどしで、でもね、あ、相撲を取る。あ、なんかちょっと似とるね。はい。他人のものを利用して自分の目的を果たす。あ、でも私が言ったことあらかち間違いじゃないけん、まあ正解ってことにしとこうや。ダメですよね。ツッチーさんハート500ありがとう。ヨッシーさんハートありがとうございます。50カットありがとうございます。解説、他の人のふんどしを借りて相撲を取ることから言います。相撲で必要なものはふんどしだけです。絶対に必要なものを他人から借りて行うというわけですから、この人は相当なちゃっかり者か利己主義者でしょう。こういう人は昔からいたらしく、似たことわざに人の提灯で明かりを取る、他人の念仏で極楽参りなどがありますです。はい、人のふんどし使いたくない、それはそう。DDM さんドラマありがとうございます。まあふんどし借りる人なかなかおらんけど、ね、じゃの道は、じゃの道は踏んだり蹴ったり
ジャンの道はいろいろあるさ。ジャの道で砂利道ってこと？あ、違うの？あ、ヘビ？蛇の道は開けるが良い。蛇の道は開けなさいってこと？何？蛇の道は蛇。蛇の道は蛇。踊り？なんだ。仲間のすることは同じ仲間がよく知っているということ。あー、大蛇が通る道は同じ種類の蛇、同類の蛇ってことか。同類の蛇ならよく知っているはずだということから言われています。なるほどね。お見通しだぜっていうやつね。ツッチーさん、ハート先行ありがとう。ありがとう。町田電気屋さん、カエルありがとうございます。え、現在の順位なんと5位になりました。まやはさん。そんなことあるんか。ね、マジでお腹すいた。カリカリコーン食べよう。チキンカツみたいなやつは。違う、それのお菓子。ご時間とありがとう。漁夫のり。おー、知ってる。意味は分からん。わっ、駒道だるま。赤だるま、黄だるま、紫だるま、水色だるま、緑だるま。100個ありがとうございます。どれも100個ずついただきました。ありがとうございます。漁夫のり、はい、合ってますね。利益をめぐる争いの最中に無関係な人が労をせず利益を取ること。あれですね、第三者が。え、なんかあるよね、これに似たことわざ。ないですね。あるある、知ってるよ。第三者が言い争ったとこひょこっと取っていくやつでしょ。私だ、私ですよ、多分そのタイプ。なんか兄ちゃんたちが言い争って、違う、ママでしょ。兄弟みんなでさ、誰が食べる誰が食べるみたいなやつの時、じゃあママがもうほらいいってやるタイプのやつですよね、多分ね。そういうこと。はい、まあ知ってるだけで大丈夫。白いみんなにマイハのことわざ知識を植え付けてるだけ。なれ。転がる石、転がる石にって言われたらなれって言っちゃうじゃん、セットセブンなんだから。私、転がる石になれ、自分のマインドで動けよう。あ、 LINE 来た。仕事もあります、頑張って。転がる石につまずいちゃダメ。転がる石にご用心。わかる人。わかる人いる？転がっているとどうなる？つまずく。転がる石につまずいちゃダメ。おかえり。転がる石に苔は生えない。わからん。
こんなね難しいねもんなんダメですね。たびたび職業を変えたり引っ越しをする人は成功しない。なんで？常に積極的に行動する人は生き生きしているという例え。全く反対の意味がある珍しいことわざの一つだって。へー。あ、1位福ちゃんなの？あら福ちゃん。福ちゃんなの？マジで？はい。すごい見ようよ誰か。ランキング。本当だ福ちゃんだ。よいソラハじゃん。ソラハ抜かしたい。ソラハちゃんは抜かす。みんなソラハちゃん抜かそう。よいソラハちゃんじゃんか。あと13,606ポイントいける。行こうみんな。ソラハちゃん抜かそう。ダメだソラハちゃん。ソラハちゃんに負けちゃいけん。別にそんなことはないけど。やっぱ同じチームのね、同じグループの人が一個上にいたらなんか燃える。うわ負けてられないってなっちゃう。みんな頑張ろう。STU 内でね。でもなんか要員がさこう NMB さんとかだと結構さあ頑張ろうってなるけど、同じ STU ですってなるとやっぱおお負けてられんなってなるね。ぶどう食べてるからかな。パパにクマタワー投げさせるか。ついに見てグレタマ可愛いでしょ。ご時間とありがとう。ねね今日のさ3時間ってさ朝の30分入る？5時からの3時間よね今日は。大丈夫か。え、行きましょう次に。あ、ドラゴンさんアイスありがとうございます。うん、何するか。カリカリコーンちょうだい。なんでダメなん。どうせ食べんでしょママ。簡単なのにしよう。50歩100歩やってしまったことは同じだから、50歩歩こうが100歩歩こうが一緒だぜっていうやつでしょ。まあそういうことですよ。ちょっと見ると違いがあるようで ほとんど同じだということ。50歩やろうが100歩やろうが一緒だぜっていう。あ、合ってる。スパイダーマン久しぶりに食べたい。あ、違う違う、スパイマンって書いてある。インドメダシンさんアイスありがとうございます。スパイダーダメですね。なんか最近さ YouTube であのなんていうのユニバーの動画ばっかり見てるから、スパイダーマンにも見えてしょうがない。隣のページにあったやつやん。分からんねんね、聞いたことない、そんなことわざない。尊い勇気、尊いありがとう。限界こじらせ限、これなんて書いてあるんだろうね。この勇気尊い20個ありがとう。めっちゃ尊いんや名前のことが。限
回こじらせって書いてあるの、これこじらせ開演みたいな、なんか分からん、界隈限界こじらせ界隈、界隈って何、どういう意図でその名前にしてるの、すごい気になる。俺はもう推しが増える一方だぜっていうやつ、もしかして集団、なるほど、なんとか集団、限界こじらせ集団、あ、マイハファンの集まり、ねえ、なるほどね、なんとかの集まりってことなんだね、限界こじらせてんだ限界をこじらせてる団体の人なんだね、握手会でじっくり聞かせていただこうまであと1万506ポイントいけーい、バイ頑張る、バイ頑張る、まさかの福ちゃんが、福ちゃん1位か、前歯が1位になるいけんいけん、多分あの、あカリカリコーン、お米食べたいんだけどパンでもいい、福ちゃんイベント強い、それな、思った思った、メンバームックとかそこら辺の仲いい人たち、あー大体わかる、あーピザ頼む、え、なんでそんな勝手なことするん、私もピザ頼むわ勝手に、住所言わんといけんけ、ダメ、ピザ配達、ピザの注文なら、私さあれ食べてみたい、なんだっけ、ピザーラだっけ、なんか有名なところ、ドミノピザだっけ、よく分からんけどちょっと忘れたピザ頼もうぜ、いや、なんで L サイズ食べようよ、ピザーラ、ピザーラ、あ、ピザーラのねピザ食べてみたい、前は、ピザーラってピザ屋さん、あー、おいしかったってごい、おいしかったってごい、おいしかったってごいって言って、うーん、わーまだね大丈夫、セーフセーフ、あぶね、あー、この辺すごい汚いけどダメ、わ、いいの、いいの、え、すごいすごい、欲張りクォーターだって、プルコギポテト、もち明太子、ペペロニラバー、ラバーとかさ、やば、いや、いいな食べたい、ママ食べたい、ピザメニュー、ピザメニューあるよ、ちょっと食べよ、勇気だるまありがとう、ピザって高いねピザって4000円ぐらいするん、 L サイズ、
それかビビンバが食べたい。あれこれ照り焼きチキンじゃなかったっけ。いやバイト、あー頑張れバイト頑張れ。ビビンバビビビビビンバビビビンバビビンバかピザ。今日ダメ。じゃあちょっと完食でさ M サイズ食べようや。美味しそう。うんふん。またね。はい。なんでこんないっぱいメニューあるんこれ。よだれがハートピザって、まるでいいよね。まるで、あいき勝手に注文しそうだわ。ほんとマヤがセラハちゃん抜かしたらピザ。ダメだ、あと2万5千ポイント差もついちゃった。2万5千はちょっと無理じゃん。あ、なんだっけ、あれでみんな投げて、ぜひよかったらレインボースター。なんかね、ちょっと待って、なんだっけな、どこだっけ、なんか横に引っ張って、なんだろう、ホームの横3本ラインのとこピッてやって、自分の名前書いてある、自分のアバターと名前が書いてあるとこを押して、チャレンジっていうとこを押したら、メールアドレスを登録しよう、性別を設定しよう、居住地域を設定しよう、生年月日を設定しようっていうのがあるんで、このやつをやったらこのレインボーのスターがもらえるので、ぜひやってみてください。どうやってやるんだろうね。これでもどうやってやるんだろうね。あ、マイページプロフィール編集、利用情報から設定ができるらしい。プロフィール編集、こういうやつですね。これを設定するとレインボースター、あ、これ分からん、これをマイページからあのプロフィール編集で入れてもらったら、レインボースター1個ずつ多分ゲットできるので、ぜひ皆さんやって投げてみてください。私ちなみに自分のレインボースターあと10個残ってる。まだなんかある、使ってない。なんかレインボースターは10個でタワー分のやつが多分来るみたいな、もらえるっぽい。みんなでいっぱいレインボースターでキラキラにしましょう。投げました、ありがとう、嬉しい。追い越そう追い越そう、4位にね、今日だけでも4位になれたら嬉しい。こんばんは。髪の毛伸びました。え、じゃあ早くママ作って。ご飯もらえてる？あ、もらえてる。あ、タワーの 1.2 倍なんだ。すごい。簡単にね、レインボースターが4個ぐらい多分手に入るので、ぜひやってみてください皆さん。
できる？ゆき。アカウント設定ってどこなんだろう。アプリケーション設定は確かによく分からん。これああったこれだ。レモは1個100ポイントだとクマ1個分より多い。えすごいじゃん。つっちーさん風呂敷10個ありがとう。一瞬だけ4位になりたかった人生だった。まあでもそんなガチ勢として頑張ろうとしてたわけじゃないからまあいいんですけどいいんですけど、まあまあまあ、まあ、前歯は将来ゲーマーになるから。ははあの広いお家に引っ越して自分の部屋を作って、あのゲーミングチェアに座って配信するのが夢なんじゃ。ショールーム配信、ゲーミングチェアに座って配信したい私は。お腹すいたね。あ料理配信する。私には作れないそんな高度なもの。あ炒めるだけできとるもん。あじゃあ炒めてさご飯にのせて持ってきてママスイッチ持ってない。え投げていい。レインボースターポインポインポイン。あ投げた投げた。はい。え、すごいなんかいろいろあるね今。スペシャルギフト。得意な料理はオムライス。オムライスが得意です。なんでこのアバターなんていうアバターだねこれ。いや可愛いと思ってる。こんばん。オムライスねすぐできるよ。あこんな感じ。この生地がずっとワンピースになってます。ゆかるに抜かれた。やだー抜かさないで帰り雑魚5位に。明日の配信時間どうだろう。夕方配信ができたら夕方なんですけど、できなかったら朝の5時でございます。イヤリングこもらったやつファンの人に。これ以上近くに行けない。
とうございます。ハート苦情苦情入れてくる。結構私やばい、目つけられるかもしれない。あいつか、私のショールームにぐちぐち言いやがったらってあら、すげえ、めっちゃジューシーな音がしてる。あ、ドラゴンさん、タコありがとうございます。あ、いい匂い。今なんだっけそれ、プルコギ。プルコギって何かわからん。どんなやつだろう、プルコギって。知らん知らんです、全然。韓国のすき焼きみたい。あ、あ、知ってるかも。あ、知らんかも。めっちゃいい匂いする。肉焼いたもの韓国のすき焼き。あ、いいなーいいなー、めっちゃいい匂いするもんだって。ゆかるの部屋、カエルがいっぱい飛んだ。あら、カエルがね。ほんとだ、すごい差が広がっ、ん、広がってますね。なんかこんなにすぐ差が広がるんだって感じ。言って1位狙ってるわけじゃないから。あ、でも1位変わりましたね。お腹すいたわ。あ、マイハムしかしないなんて嬉しい、ありがとう。あ、今帰った、お帰りなさい。ショールームイベントで楽しいから好きです。私朝本当に起きれないからそこだけちょっと難点なんですけどあとは全然なんかゆったりできてるのも楽しい。朝は本当やばい、朝起きれないから本当5時とか言っちゃったけど実際5時に起きれるかどうかわかんないですよ。前回のイベントトップは合計7000万ポイント、やば、やっふー。
ラオケ配信、カラオケ配信やってもいいですよ。あ、でもあのご飯食べてからね。やっぱご飯あんなでお腹が減ってはカラオケできんくけんね。するからね。あ、間違えた。カラオケはご飯食べてからにします。回数制限、回数はないけど時間が1日30 3時間しかできないっぽいです。1日30分のイベントってやばいね。出ないですよ私今。あ、もぐもぐ配信しますよ今から。今からいつもしてるけど。唐揚げ食べたい。わあ、わかる。あ、うん、誕生日いる。誕生日がうださん。待ってて、今書くからね。めっちゃお腹すいて、ちょっとどうしよう。お腹がすいたって言えば言うほどお腹がすいてる気がする。今泣いちゃうよ。いいから、あと20分でどうせ更新しないといけないので7時からやりますね。じゃあカラオケ、今つむじしか映ってない。私のちょっとつむじ恥ずかしい。え、ローソンのさ、淡路島の玉ねぎめっちゃ美味しいよね。わかる、私食べたんですよ、もう2、3回ぐらい。美味しすぎるからどうしようかと思いますよ、ほんと。あ、レインボー星が飛んだ。ありがとうございます。そう、唐揚げくん、なんか淡路島の玉ねぎって聞くとミミミしか思い浮かばんもんね。確かに。よいしょ。うださん、お誕生日おめでとう。せーの、ハッピーバースデートゥーユージャンジャジャン、ハッピーバースデートゥーユージャンジャジャン、ハッピーバースデイディアウダさん、ハッピーバースデイトゥーユー、おめでとうございます。イエーイ。おめでとう。イエイイエイ。いいね。
誕生日が。コスプレ配信この前やったばっかり。私コスプレまだやらん。いただきます。おかわりあるこれ。え？じゃあピザ頼めばよかった。ママの料理めっちゃ美味しい。あ、じゃあ次は誰の？うん。毎日食べたい。でかマイハ。味付けなんかもともとされとるやつらしい。炒めるだけの。悔しいかピザ頼む。あ、まだ頼んでなかったの。えら、マイハが勝手に頼んじゃいけんって言うけど、頼むの待っとったの。頼んでください。私も頼む。これ山口県産の玉ねぎだって。さすが。めっちゃ美味しい。プロコーヒーピザ最高。あ、頼んだの？すげえ。
ごちそうさまでした。イエーイ。わあ、なんでこれこんな美味しいの。ハッシュドポテトが食べたい。後で焼いてね。あ、今でもいい。あ、美味しかったから、じゃあ7時からカラオケ配信するね。あ、美味しかった。ごちそうさまでした。プルコギはまだいろいろありますよ。ママに出してもらうべきものは。もうお腹いっぱいかもしれん。とか言うと思った？なわけないよね。どこのプルコギ？うちのプルコギ。スーパー、スーパー。あ、デザートか。デザートね、あとぶどうはちょっとしかない。ママに買ってきてもらわんといけない。シュークリーム3つ。いや、リアン君ありがとう。アイス食べたい。確かにこれさ、8時まで配信するやろ。それが終わったんでまたね、お菓子ボリボリ食べ出すのよ。マイハ太るじゃん。そういう人間なんです。あのハーゲンダッツのキャラメルが美味しかった。なんかサンドキャラメルみたいな。ヨッシーさん、アイスありがとうございます。買ってきた。何だって。ミニオンのサーティワーか。ママ買ってきて。あるよ、30分ぐらい歩いたら。どこにあるのとか言ってもええんか。うん、金持ちかどうかって。あれ、私の財布どこにあるか分からん。どこやったっけ。昨日の夜ね、でもその辺で見た気がする。お財布どこや、知ってる。投げとったよね前。プッチャー、どれもありがとうございます。今所持金はね、でもね、ないわけじゃない。めっちゃブドウ食べてる私。あ、50カウントありがとうございます。うん、そうだ。ブドウあと2個しかない。食べる？完食です。ブドウ K さん、ハートありがとう。ハーゲンダッツ食べたいね。財布どこかいね。制服はもう脱ぐんだ、春の風に吹かれながら、どんな花もやがては散って、新しい夢を見る。チャ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 、友よ、思い出より輝いてる
明日を信じよう、そう卒業とは出口じゃなく、更新の時間の間にコンビニ行ってババッと買ってババッと買ってこうかな。いや無理じゃない、5分あればいける。5分かかる？どうもよ、それぞれ5分じゃ無理かね。進むだけだ、さよならを言うな、まだ言えなかった、ありがとう吐いた味で、と思うよ。ママに買ってきてもらおうかな。よろしく。あー、ママに言うこと聞いちゃったら買ってきたい。うわー、結構ママに言うこと聞いてない。いや聞いたよ、机の上からつけたじゃん。これで机の下だってからつけたじゃん。他に肝心なことやってないんだ。完全やったじゃん。やってないじゃん。例えば言っていいの？ダメ。だって配信時間遅れるもん、今から言ったら1分から配信できん。今度1分までやって2分から始める。あ、でも2分から始めたよね。え？あ、1分になってる。じゃあ2分からか。アイス冷凍庫にない。え、2分あったらいけるかね。絶対無理よね。財布あったら買ってきてくれるの？いや、使わない。いやー、あげんだっつーが食べたい。食べたい。あげんだっつーが食べたいよーっつって。どこでもドアがあればいいのにな。その辺から滑り台がピョーって出てる、あのコンビニに直行できるさ、滑り台がさあればいいのにね。めっちゃいいやん。で、あの帰りも滑り台の逆バージョン、ショーって来れるやつ。配信してない時もいつもこんなやり取りしてるの？うん、すごいどうでもいい会話してるよね。なんかリンゴジュース買えばよかったとか、ブドウが食べたいとか、ピザが食べたいとか。でもママは言うこと聞いてもさらに上の条件を言ってくるけんダメない。読みますよ。はい、アベッチ、ドラゴンさん、マシンガーさん、ドラゴンさん、ヨッシーさん、リーディーマスさん、ツッチーさん、町の電気屋さん、コマメッチ、ドラゴンさん、インドメタシンさん、ユウキ、ヒデさん、インドメタシンさん、ユウキ、ツッチーさん、気まぐれ、ヤマビさん、ドラゴンさん、ドラゴンさん、ヨッシーさん、フロッティさん、プッチャン、ケイさん、スペシャルギフト、ありがとうございます。イエイエイ。30位から、30位、ショエイさん。あ、29位、名前がない、名前はまだないさん。ひろゆきさん&りゅうさん、まこっちゃん、マシンガンさん、ケイさん、ディーディーマスさん、ヨッシーさん、 KTK ランドさん、
20位ももさん、みかんちゃんシャーハン定食さん、安馬コレクターさん、きのこさん、あっぱさん、たそかじさん、ももさん、アリエルさん、ひでさん10位、アニさん9位、リースククス、リークスさん、今日の、あ、じゃあ今回のマイハチはぷっちゃん、ありがとうございます。7位、うっぽんさん、6位、インドメタシンさん、5位、ドラゴンさん、4位、ランチャーさん、ランチャーさん、お久しぶりです。3位、コメッチ、2位、ツッチーさん、第1位は、あ、パカ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 パー、ゆうき、ありがとうございます。イエーイ、大丈夫、ありがとうございます。皆さん、ではまた2分に始まります。バイバーイ。ということで、よいしょ、皆さんまた後で会いましょう。バイバーイ。あ、なしよ。バイバイ。